この森を抜ければ、じきに我が故郷ヘネシスだ。ねえ、世界樹がなくなってからはさ、町のモンスターたちはメープルアイランドに移り住んだんだよね。すべての民が移住したわけではない。故郷を離れたくない者、様々な事情で離れられなかった者が今も町に残ってる。貴様も町に残ったらどうだ？どういう意味だ？貴様などいなくとも、世界樹の種はこのガルスが手に入れてみせる。ふん、力技しか取り柄のないお前こそこのバローには不要だ。ん？なんだと？やるのか？もう二人とも喧嘩はよせよ。うわあ貴様、あそこで何をしていた？あいつはギル、この間の雑魚どもか。わしらモンスターを目の敵にする、モンスターハンターめ。よくも我が仲間を。バロー待てよギル、こんなことやめて仲間になれよ。その方がずっと楽しいぜ。相変わらずぬるいやつだ。威勢がいいのは口だけか。貴様、今は貴様らと遊んでいる暇はない。待てギル。大丈夫か？ありがとうございます。僕は弓族のセロと言います。あなた様は？バローだ。お帰りになられたのですね。僕は当時幼かったのですが、バロー様の勇姿は今でもはっきりと覚えています。長として嬉しく思う。ところでさっきのやつと何があったのだ？うちに滞在している旅の方のために果実を取りに森に来たのですが、突然襲われて。よろしければ町へご案内しますが、バロー様のお連れの皆様もありがとう。おお、バロー様。バロー様がお帰りになられた。これで町は救われる。さすがバロー、すごい人気だね。それはいいが、ひどいな。先日雑多団が世界樹の種を探して町に攻め入ってきたんです。雑多団、結局種は見つからず兵士たちは去っていきましたが、町はこの有様に。おのれ。この調べ、あちらで盾事を奏でている方が僕の家に泊まっている銀融詩人のヨハン様。ヨハン様って。ヨハン様、あなたはニーナさんですね。はい、お久
いい子にしていましたか。はい。なるほど、皆さんは世界樹の種を探して旅をしているのですか。何かご存知のことはありませんか。僕は何も。私も残念ながら力になれず申し訳ない。そんな謝らないでください。ヨハン様は何も悪くないんですから。ありがとう、優しいのですね。そんなこと。ニーナのやつ、いつもと全然違うよな。ロップ、ところであなたは吟遊詩人ということですが。ヨハン様は平和を愛し、盾ごとの調べで皆の心を癒すために世界を旅していらっしゃるんです。私はただ趣味の盾ごとを奏でているだけですよ。みんなヨハン様を慕っています。じゃあニーナとは旅の途中で会ったってことですか。まあどれほど前になりますかね。メイプルアイランドに立ち寄ったのは、私が盾ごとを奏でていると一人の少女がやってきたんです。少女は盾ごとの調べにじっと耳を傾けた。次の日も、また次の日も。ずっと一人だった私にもヨハン様の調べは優しくて温かかった。その少女がニーナってことか。そらしっぽ。大変です、ヨハン様、被害者がまた出ました。被害者？かわいそうに。被害者って何ですか。ここ数日、民たちが何者かに襲われる事件が相次いでいるんです。みんな命に別状はないのですが、体力を奪われてしまう。体力を奪われると。馬老様、帰りが遅いので迎えに行ったらこんなことに。早く手当てを。みんな手を貸してやるのだ。はい。誰がこんなことを。